Here they are for one and all. The Moomins are about to call. Come on and sit down here with me. They're here for you on your TV. They are the Moomins. They are the Moomins. So come with me, give me your hand. I'll take you up to Moomin Land. You can fly just like a bird and sing the best song ever heard. There with the Moomins. 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 Ba 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 ba.皆さんは手紙をもらうのが大好きでしょう。特に嬉しい便りの時にはムーミン谷へも手紙を出すことはできるんですよ。おーい、今僕のこと呼んだの？手紙があるんだよ。あの人落ちるよ。え？そう、まっすぐおいで。こっちにまっすぐ、こっち、こっち。うわあ！落ちた落ちた。君が掘ったの？そう、すごいでしょ。畜生、誰がこんなところに。怪我はない？君かね、この落とし穴を作ったのは。違うよ。じゃあ誰が？こら！み、お前だな！あ、待ってよおじさん！手紙、手紙ください！こら、待て！手紙。ん？あら、誰かしら。三村からだよ。そう。みーはどうしてるの？逃げてるよ。ねえ、教えて。さっきの手紙、三村姉さんからじゃなかった？知るか。私、お姉ちゃんがムーミンママにどんなこと書いてきたか早く知りたいの。ねえ、許して。絶対許さない。ムーミン谷で僕はもう3回も落とし穴に落ちたんだぞ。3回も？じゃあ1回目と2回目私見逃してしまったのね。許さない。もう絶対に許さないぞ。あ、危ない、落ちるわよ。落ちろ、落ちちゃえ。うわっ、こら待て、助けて。おい、誰か。お母さんの病気が良くなったので三村はこっちに戻ってくるそうよ。そりゃよかった。三村の家掃除しといてやりましょうかね。みーはお姉さんが帰ってくることまだ知らないんだね。うん、今頃あいつ郵便配達の人に捕まってるな。また何かしたのかい、みーは。ママ、ママ、お手紙来たでしょ、三村姉ちゃんから。なんて書いてあったの？それから何日か経って三村が帰ってきました。三村はミーよりずっと大きい娘です。あれがム
谷だよ。怖い人たちは住んでいないのね。そういう話だったけど。煙が出ている。まずあの家に行ってみるか。あれはムーミン屋敷よ。あなたたち、ムーミン谷へ行くの？ああ、そのつもりだけど。だったらちょうどよかったわ。私も行くの。重そうね。持ちましょうか、そのスーツケース。もう結構だ。私たちが持ちます。そう、あの、ムーミン屋敷にいる人たちってどんな人？泊めてもらうの？いい人たちならね。もちろんいい人たちよ。私の妹も今あそこの家に預かってもらっているの。さあ、行きましょうよ。どうしたの？先に行っていいよ。そう、じゃあ先に。元気だった？うん。お母さんも元気になったわ。よかった。さあ、早く早く、みんな待ってるわよ。そうそう、ここへ帰ってくる途中、変な人たちに会ったわ。変な人たち？夫婦みたいに見えたけど違うのかな。なんだかとても変わってる。ムーミン谷に行くって言ってたわ。世の中には変わった夫婦はいくらでもいるさ。ごちそうさま。サミー、そろそろおいとましましょうよ。まだいい。うちへ帰って掃除をしなくては。長い間閉め切ったままだから。あら、おとといドアも窓も全部開け放しておいたから空気も入れ替わってるはずよ。ありがとうママ。それにパパもムーミンも長い間ミーを預かってくれて本当にありがとう。私がいたおかげで、このうちの人たちは一つも退屈しなかったって喜んでいたわ。ねえ、ムーミン。ありがとうございました。やれやれ。何がやれやれなの、パパ？今日から我が家もいくらか静かになるかと思ってね。確かに。やっぱりノックをしなさいよ。怖い人が出てこなければいいが。大丈夫よ、怖い人が住んでいる気配はないわ。早く。ちょっと君たち。おいおい、君たちどうしたんだね。スーツケースを忘れて行ってるよ。どうしましょう、どうしましょう、どうしましょう。君たち、私は怪しいものじゃないよ。このムーミン谷に昔から住んでいる警察署長だよ。警察だって署長だってとんでもない。僕たちは泥棒じゃありませんよ。泥棒なんかしてません。本当です、何もしてません。誰もそんなこと言っとらんでしょうが。もちろん、私はこの家に用があって来たのさ。そのスーツケースは私たちのものです。本当なんです。そんなにビクビクすることはないよ。さあどうぞ。ん？あら、やっぱりいらっしゃったのね。ムーミンママ、この人たちはお宅のお客様でしたか？そうのようね。ちゃんとスーツケースまで持っていらっしゃったから、お泊まりになるつもりね。そうなんでしょ？よろしければ。もちろんよ。私がトフスラン、こちらが女房のビフスランです。さあさ、お二人とも遠慮なさらずにお入りください。大丈夫よ、さあ行きましょう、あなた。それじゃ失礼しますよ。
本当に変わった人たち。まったく。所長さんは何のご用？あ、はい、三村が戻ってきたとか聞いたもので。ええ、戻ってきたわ。あ、じゃあ今お宅にいるんですね。いいえ、ちょっと前にミーと一緒に家の方へ帰ったわ。あ、帰った。はい、わかりました。そうなんですか、帰りましたか。じゃあちょっと行ってくるか。あ、失礼しました奥様。所長は三村が好きなんだな。三村はどうなの？さあね。変わったお客さんは？ムーミンが相手をしてるよ。戸棚でも引き出しでも何でも自由に使っていいからね。ありがとうムーミン。これどこに置いたらいい？この引き出しに入れたら。よいしょ。僕たちも入れるな。でもせっかくこんな可愛いベッドを用意してくれたのよ。わかった。じゃあせめてトランクだけでもしまおう。用心が必要なんだ。ムーミン家の人たちは本当に親切だわ。しかし用心に越したことはない。僕の家には今まで随分お客さんが来たけど、あの二人は相当変わってる方だよ。北の方からだって？トフスランとビフスランって言うんだ。知らないな。僕はなんとなく逃げてきたって感じがする。謎の逃亡者、ムーミン家に泊まるか。来てみる？うん、会ってみようかな。いや、来てるね。あの人たちは？部屋の中は静かだったよ。眠りたいと言ってたから寝てるんだろう。その二人についてパパはどういうふうに考えているんですか？別に何か事情がある人たちだな。どんな事情？さあ、それはわからん。あの人たちどこからか逃げてきたと思うんだパパ。さあな。だけどみんなあんまり勝手な想像はしない方がいいよ。スナフキンもスニフもお茶飲むでしょ？ええ、ええ、ぜひケーキも一緒に。それで目が覚めたの。来るわ、あいつ。僕たちがここにいるってことわかるかな？あいつならわかるわ。やってくる。夜になったら絶対やってくる。今夜はやけに風が強いな。それに急に冷えてきたね。うん。いや、起きたのかい。
さあ、こっちへ来てお茶でも飲まないかね。この二人あ、これは僕の友達のスナフキンとスニフだよ。心配しなくてもいいよ。どうしたんだい？やってくるんです。あいつがやってくる。誰だね、あいつって。モラン。モラン、恐ろしい女です。女？ああ、モラン。知ってるのか？ええ、見たことはありませんが、恐ろしい女の化け物ですよ。化け物？そいつがあんたたちを追ってくるのか？来る、必ず。わかった。どんな奴が来ようとこのうちには一歩も入れやしない。本当？ でも相手は化け物ですよ。化け物だろうとなんだろうと、この二人をいじめる奴とは戦わなくては。二人とも部屋にじっとしていなさい。我々が君たちを必ず守る。ありがとう、ムーミンパパ。僕も戦うよ、パパ。僕も。それじゃ早速準備に取り掛かろう。うん。皆さん、そろそろお食事よ。何かあったの？夜になると化け物が襲ってくるんだよ、ママ。まあ。ママも戦うだろう、もちろん。はあ、他に武器になりそうなものは？今夜はきっとモランは来ませんよ。だといいが。やってくる。やってきた。だいぶ近づいてきたわ。僕帰るよ。待っていても化け物は来ないよ。朝まで寝ずの番してたってしょうがないよ。ああ、わかった。じゃあ本当に帰るからね。どうぞ。気をつけて帰れよ。何も気をつけることなんかあるもんか。じゃあおやすみ。わあ！来たぞ。あ、嘘だ。化け物なんていないよ。隙間風で明かりが消えただけじゃないか。ほら、いないじゃないか。本当にそう思うならドアを開けて帰ってもいいよ、スニフ。みんな僕が怖がってできないと思ってるな。よし、帰ってやる。帰るぞ。やっぱりいない。たどうしたんだ、スニフ。いたよ、いた。どこに？隅
すぐそこ、すぐそこにいる、扉の横にいる。よし。なあ、ダメ、開けちゃダメ、入ってくる。行くぞ、みんな。いない。いない。本当に？本当だ、いない。わかった。僕たちの大騒ぎで逃げちゃったんだよ。大きいくせに臆病なんだね、あいつ。あそこにいる！わー！何しに来たんだ、モラン。ここはお前の来るところではない。帰れ。そうでないと撃つ。頭を叩くわよ。この棒で殴るぞ。私は本気だぞ。銃数えるうちに消えろ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。大丈夫かい？見てよ、その付近凍っている。また来るよ、あれはモランの声だ。寒い。ほんと、多分今夜はもう来ないだろう。さあ、家の中へ戻りましょう。モランはその晩はもう出てきませんでした。それにしてもモランは何のために来たのでしょう。そして本当にまたやってくるのでしょうか。トフスラン、ビフスランのスーツケースの中には一体何が入ってるんだろう。二人から聞き出そうとするんだけど、なかなか教えてくれない。確かなことは、モランが中身を奪い返すために再び僕の家へやってくるってこと。次回、楽しいムーミン一家第7話、スーツケースの中身、お楽しみに。